ビュートファル・ビューティフルは、アレハンドロ・ゴンサレス・イニアリト監督、制作、原案、脚本による2010年のメキシコ映画である。PG12 指定。スペイン・バルセロナ。かつて、メキシコからこの地に移住した男、ウスバルは、自分と同じような意味にや不法滞在者たちに、時には闇ルートも駆使して、職を圧戦し、生計を立てている。しかし収入は乏しく、 情緒不安定の妻、マランブラと別れて以来、男で一つで二人の子供を養い、ギリギリの生活を送っている。一方で、セネガル系移民のエクウエメたちはドラッグを売りさばいて、警察に睨まれており、中国系移民たちの給金は彼らの元締めである、肺がピン跳ねしている、と、外にも問題は山積みであった。そんな状況で、ウスバルは、ガンと診断される。 前立腺から全身に転移しており、すでに手遅れの状態であった。余命はわずか2ヶ月。死への恐怖以上に、彼には解決せねばならない問題が多すぎる。特に残される子供たちをそのままにはできない。未だ相うつの波を抑えきれずにいる、マランブラに懇願されたウスバルは彼女に二人を託す、ことを考え、関係を修復しようとする。だがその間にも進行していく病。 さらには、移民たちが抱える問題が、一気に噴出し、容赦なく、彼を打ちのめし、蝕んでいく。制作には、アルフォンソ・キュアロンや、ギレル・モデル・トロヒ・キール、チャチャチャ・フィルムズのほか、ユニバーサル・ピクチャーズ、フォーカス・フィーチャーズも関わっている。撮影は2008年10月に、スペインのバルセロナで始まった。ロッテントマトズでは、89名中67%の、 批評価が本作を支持し、平均点は10点満点で6.3点を獲得した。ハリウッドの役者では、ショーン・ペンやジュリア・ロバーツが、ハビエル・バルデムの演技を支持している。2010年10月20日に、フランスで工業がスタートし、2011年2月2日までに、全世界で12376,079ドルを稼いでいる。二0 1年のカンヌ国際映画祭で、 コンペティション部門に出品され、パルムドールを争った。5月17日に初上映され、ハビエル・バルデムが同映画祭の男優賞を受賞した。12月17日には、同年度のダラス・フォードワース映画批評家協会賞で外国語映画賞を受賞した。2011年1月25日には、第83回アカデミー賞の候補が発表され、本作が外国語映画賞。 ハビエル・バルデムが主演団優勝で上がった。この他に、第64回英国アカデミー賞で2部門、第25回小野賞で8部門で候補に上がっている。ありがとうございます。